シンプルだけどめちゃめちゃ抜けそうだ。ゴンズあるある、電車の中で肩つきがち。はい、どうもこんにちは、ロントチャンネルです。ちょっとね、あのいつもパクってたんですけど挨拶を、あのネタ切れだったんでちょっとあるあるをね考えてました。ちょっとロンズやってるとね、人混みとかね、あの電車とか行くとちょっと人の肩つきがち。そうなんですか、うん、なんかちょっとこうやって肩つくのか、はい、みたいなね、うん、なんか勘違いされそうですね。怖いですね。あ、痴漢はしてないです、はい、女性の方にはつかないでください。そういうこと、潔白、はい、何もしてない、まあ、むしろ電車乗らないですよ。はい、ということでね、水曜日のチュートリアル講座です。前回はおそらく座学をね、座学のチュートリアルをやったと思うんですけど、また今回から今日はね、もう晴れです。水明けたかな。はい、僕らも今日14回目の練習をしまして、はい、しごかれましてね。もう、まはい、顔真っ赤になって。まあ僕らもね、久々の練習だったんで、うん、はい、はい、ということで今日は何を、今日はね、キルマルタン。あー、はい、ギルナルドシューバね。はい、オッケー。で、今日ね、チュートリアルやるんですけど、もうね、先に、あ、こっちが先かな多分、うん、どっちが先か分かんないんですけど、なんかドリブルこちょこちょクリエイターっていう仲間に加わりまして、ちょっとじゃあ ドリブルこちょこちょクリエイターを。こちょこちょ。はい。はい、どうも。はい、こんにちは、ドリブルクリエイターのチュートリアル。はい。めちゃめちゃチョコチョコします。ぬめぬめチョコチョコしてるドリブルです。はい、まあ僕とかね、C チャンネルとかに、まあこれ上がる頃は出てるか分かんないんですけど、まあそれを機にちょっときっかけがね、これで仲間入りということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした、はい、今日初練習です。すごい疲れました。頭が疲れますね。あ、ですよね。いやすごい、でも入ってこれるのが、うん、なんか今までやってたのをなんか言語化されてやるんで、うんうん、なんだろう、入りやすいけど、うん、すごい頭を使いながらやる。あ、そうですよね。うん、面白かったです。すごい、あ、ありがとうございます。で、今日一緒に車で、家が近いんですけど、俊介君とは、あのめっちゃ不安がってました、車の中で。大丈夫ですかね、すげえ不安なんですよ。全然普通にやられてました、うん、本当に、まあ、テクニックが備わってるから、うんうん、要は頭の部分なんでね。さすが清和学園ね、うん、14番、うん、素晴らしい、うん、はい、じゃあ本題に行け。何か、はい、キルマルタン、はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。キルマルタンの、最初キルから、まあ、言語化されてるところをお伝えします、はい、あのキルっていうのは基本的には敵と距離があるときに使うと有効なんです。あの、例えばこれぐらい距離ある中であえてここ敵に向かっていかず、例えばこういうスペースに持っていくんですね。ちょっとここから見といてください。こう動くともうここ来るんですよ。これキルと、そしたらこっちにスペースが今度できるんですよ。で、あ、軽く置き去りすることができる。こう動くともうここ来るんですよ。これ切ると、そしたらこっちにスペースが今度できるんですよ。で、試合になればなるほどこの動く動きが、敵の動きが結構早いんですね。だから勝手にパワーをかけて振り切られてくれるんです。ちょっと動かすだけでもうこれで振り切られてくれて、でこっちを取れる。これがあの切るのまず基本なんですね。で、別にこれが距離近い時も使えるっちゃ使えるんですけど、距離近い時に切ると引っかかりがちにもなるんです。あの間違いじゃないですよ。あの使う選手いっぱいいるんで、これを切ると追い込まれたり引っかかりがちになるんで、使っちゃダメなわけじゃないんですけれども、切るを使う時は基本的には距離がある時にこうやってパワーかけさしといて空いたスペース持っていく。だからゴールあそこにあるのに対して一回相手をどかすみたいな、そんな感じです。で、これタイミングは実は切ってからスペースに持っていくタイミングが大事なんで、ちょっと俊介くん一回やってみてください。じゃあこれで、はい、切ってください。はい、そうで切ったら逆取る。そう、はい、これでもうゴールにやすやす向かっていけるっていう、うん、そうで、ここで一番大事なのが癖。こうやって距離があるときにあえて敵には向かわずこういうとこ持ってってパッて切る。
で、そうすることによって空いたとこ行けるっていう癖をつけていくことが大事なんですね。じゃあ俊介くんまたやってください。釣り出すことと、うん、置き去りしていくこと、はい、切ったら入ってくる。そう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 、そんな感じ。となるとちょっと今度は俊介くんディフェンスやってもらっていいですか。ゆうやちょっとやってみて、これ切るを得意な方向で、でディフェンスになった気持ちで、まあ、ちょっとパッて行ってみてください。わざと振られてみてください。で切られてクッて入られると、ディフェンスになってみるとどうです？間に合わない。寄れないでしょ。で試合中にこの距離を見てパッてパッて行ってパッて切られて、でこっち使われると、うん、近寄れない。そうそうそう、なら相手をせずに簡単に置き去りすることができるっていう感じで、はい、ラスト俊介くんもう一回やってみてください。うん、で置き去りしちゃうって、こういうことです。だからいらんテクニックがいらないっていうね、まあ、基本がこういうことですよってっていう感じで、まずは切るっていうことのベースを今頭に入れてもらいました。よろしいですか。じゃあ次回る。さっきも言ったように、この距離を切ることって全然間違いじゃないですよね。切って釣り出されたやつをグッて置き去りするっていう手段もあるん で自分もこれ使います。でやっちゃダメなわけじゃないっていうのを頭入れておいてください。でも、なんとなくリスクがあるでしょ。やっぱりこの近い敵のディフェンスの前に入ってる状態で正面向くボールをさらけ出すっていう形になるんで、ロンド的な考えでは近い時はイニエスタとかシャビとか、最近ではベルナルド・シルバーとかありますいますけど、近い時にはね、回ってしまうっていうね、回ってしまうと同じことができますよっていう、ね、近い時にはね、回ってしまうね、回ってしまうと、で今度は切る回るの回るなんですけど、はい、ちょっとやってみましょうか。今日練習したから回るはもう分かってるね。この距離をあえてスペースに行って引き出すんです。そしたらこう出てくるの、今開きましたね、ここに対して自分はまあ、最初はアウト使う場合もありますけど、なるべくこれ自分の師匠はジーコなんで、ジーコ風にインサイドを使うの多いんです。隠れるからで、常に隠れるからインサイド使うのが多いです。まあこれは自由で、要は触れさせないような回り方ができたらいい。ちょっとゆうやその白い線から近い距離からやってみてください。はい、これをそうできたら、今俊介くんはまたこの角度で、でこういう感じで行ったんで、ここから見てください。ほとんどどいてないじゃないですか。でこのゴールに向かう道からなるべくどかしたい。だからあえてこういうとこ持ってって、こういう風な感じで、うん、邪魔者をどかせてしまうっていうイメージでちょっとやってみてください。でこういうのはね、考えながらやってると自然にもう癖ついてくる。だから大幅になってくるんで勝手にどけられるっていう。そう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 、で大幅そういうことです、そういうことです、そういうことです。もう一回やってみましょうか、うん、得意な方でいいですよ、うん、おう、うん、わあさすが滑らか、そういうことです、そういうことです。すごいですね、うん、だからいらんことしないでひょうひょうとできるっていう。じゃあまたちょっと体験してみてください、うん、ディフェンスとして。ゆうやちょっとやって、彼本当回るのすごい上手なんですけど、うん、嫌ですよね、うん、相手にしちゃうとやられるから、もう引くしかなくなっちゃう、うん、で引くしかなくなったら今度は余裕持たれるじゃないですか、ね、例えば今みたいにちょっとやられないようにするためにはね、こう回られないようにするためには引くしかなくなるんですね。これ食いついてくるとどんどんやられてしまうから、じゃあちょっとゆうや引くディフェンスやってみて、こう来て、うん、これで一回食いつかないように、でそしたらもうこうやって
今度はもう剥がせるし、俊介くんの持ってるいろんな剥がし技が生きてくるみたいな感じになります。うん、だから自分に結局回れば余裕が持てるようになる。また前に仕掛けられるみたいな、そういうことです。そういうことです。回るから余裕持って自分のいいところをどんどん出せる。強く来たら回りきっちゃう。そう、そういうことです。追ってきたら回りきっちゃうのと、最後じゃあもう一つ、ここでターンがあるんですけど、ちょっと強く来て、こう来るでしょ、でこうどんどん来るでしょ、でこれをターンしちゃえばもう置き去りできるんです。こう来るでしょ、でこうどんどん来るでしょ、でこれターンしちゃえばもう置き去りできるんです。どんどん寄せてくる相手にはターン入れるだけで置き去りできるんです。ちょっとやってみましょうか。じゃあゆうやどんどん、そう、それでもう置き去り。さすがうまいよねだから時間もかけずたったこんだけで簡単に局面を打開することができる、うん、でこういうのをベースに、あの仕掛けたり技出すことはベースじゃなくて、こういうのをベース持ちながら、で余裕が出た時に見せ場を作っていく、うん、全部見せ場作ろうとなるともうこうやって進まないですよね。これ推進力なくなっちゃいますよね、うん、推進力なくなっちゃうとロンドっていうのは絶対発動しないんですよ。でロンド発動させるためには常に推進力持たない、推進力持つためのバックパスであったり、推進力持つためのキル回るターンであったりみたいなイメージなんです。ではじゃあ最後もう一回やってみましょう。じゃあキル回るターン何でも使っていいです。うん、おっていう感じね。うんうん、置き去りしたいじゃないですか。置き去りしたいです、結局今置き去りできなかったですよね。ここで今日実は本ちゃんのトレーニングでやってた間を作るとか引きつけるとか、うん、が必要になってくるんですね、はい、例えばゆい始めてみようか。はい今何したかっていうと、そこで回りながら引きつけた、触りに来るまで待って触られたとこターンしたす。まあどのタイミングで置き去りするかなんですけど、どこのタイミングで引きつけるかで、回りながらだったらボール隠れてるから引きつけやすいじゃないですか。うん、よし、オッケー、オッケー。そう、ちょっと回ってください、ここ。回った後に、これ、このままトンって流しながら、ボールと一緒に走ってください。ボール隠すように。こんな感じ。回った後に、自分がやったのは、回った後に、で、これで、こういうことなんです。そう。どっかでそれがこっち向きに引きつけてもいいし、こうでもいいし、どっかでそれやってみてください。そう、さらしながら、そういうこと、そういうこと、そういうこと、はい、グッド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 。そういうこと、そういうことです。もう一回やってみましょう、ラスト。シンプルだけど、そう、さらしといて、あ、これ回るだけでいけた。はいはい、グッドグッド。回るだけでいけた。回ること繰り返すことによって引きつけて、で安全にしかも脱力しながらいける。でどっかでさっき言ったようなターン入れると、例えば僕の師匠のジーコなんかは狭いところもぐんぐん推進してくる。それはメッシとかもみんな一緒なんです、はい、
過去のスーパースターみんな一緒なんですけど、ちょっとゆうや来て、あのジーコが面白いのがこう来たのをもうこんな感じで、そう、あ、知ってます、アウトサイドとかじゃなくてインサイドで、ゆうや来てインサイドでもうこんな感じで回っていくんですよ、うん、ぐるんぐるん回るんですよ、隠しながら。まあそれが推進力、狭いところでの推進力にもつながるってことで、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回ですね、切る回るターンということで、はい、僕はちょっと休憩してたんですけどね、疲れて、ね、どうでした。いやー、どっちかというと足元でやる技が僕は多かったんですけど、まあああいうシンプルに抜いていくっていうのもやっぱサッカーすごい大事だと思うので、めちゃめちゃ勉強になりました、うん、だそうです、だそうです。あの清澤式ロンドは戦い方なんで、ベースと持つ戦い方がこのシンプルですよと。でこの延長線上にアイデアが出てくるっていうね、だから決して間違いじゃなくて、はい、ベースとしてあのシンプルにやりましょう。でその中からいつどこで自分の持ってる技を出すかっていう見せ場を作るからこそ芸術性とか美しさが出る、うん、まあ、そんな感じで考えてみてください。はい、わかりました。はいはい、では、このチャンネルが良かったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンとコメントですね。はい、キヨさん返してくれてるんですか、あのコメントは。あ、返してる。俺一応返してる。チャンネルのコメント、うん、多分ね、毎回返してもらってくれてると思うんですけど、キヨさんが返してくれてるんで、うん、まあ、質問とかね、あれば、はい、どしどしコメントじゃなくても DM でも何でもいいと思いますので今まだ少ないから返せますんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回は、はい、次回はすいませんカットカットじゃあねパーマパーマ切る回るターンいったから、じゃ終わりまーす、はい、はい、考えてなかった蹴るのだから、ここで蹴るから速くなる。僕ね、日本がワールドカップで優勝する姿が見たいんです。例えば敵に対してファーストタッチ距離取ったら、地域の子供から大人までロンドンを操る世界唯一の国にしたい。運動ストレスプラス、よし、オッケー、はい、じゃあ行こう。